ほんとね、いつまで経っても、中国とロシアの領空侵犯が収まりを見せねえな。こいつらがちょっかい出してくるおかげで日本の空は大忙しだぜ。まったくだよ、ひどい時は1日に何回もスクランブル発進してるみたいだもんね。この2つの国はマジで日本を舐めてるよな。一体何がしたいんだよ。おとなしく自国領空をブンブン飛んでろよ。ブンブンって、ハエじゃないんだから、航空自衛隊も大変みたいだね。もちろん何かを仕掛けてくるってわけではないんだけど、領空を侵してくる以上、スクランブル発進しないわけにはいかないからね。もちろん戦闘機を一回飛ばすのにも大変なお金がかかるからね。中国とロシアに請求したいくらいだよね。日本近海の海でもそうだけどよ。もういっそのこと了解。領空を侵してきたら撃墜しますと宣言したれ。そして本当に侵してきたら一度攻撃すればいいんだよ。調子に乗りやがってよ。さすがに撃墜はまずいでしょ。それきっかけで戦争になったらどうするのさ。だから、最初に領域を侵してきたら攻撃すると宣言しとくのさ。そしたら侵してきた方が悪いだろ。いやあ、さすがに撃墜や攻撃宣言はまずいよ。日本だからさ。あちらさんが、攻撃を仕掛けてきたらやり返すこともできるけど、ただの領空侵犯だけでは攻撃はできないね。もっとまずいのは、わざと日本から攻撃してくるのを待ってるってことも考えられるからね。そうか、ほらほら攻撃してこいよって煽って、いざこちらが攻撃仕掛けたら何してくるかわかんないもんね。そうさ、簡単に攻撃できるならとっくにやってるさ。でもね、攻撃なんて過激なことはできないけど、日本だって黙ってやられっぱなしってわけじゃないんだよ。対策には取り掛かっているからね。今回はその辺を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。ここ数年、中国やロシアの度重なる領空侵犯で、日本の航空自衛隊のスクランブル発進が多発してるんだ。さらに中国とロシアの艦隊が日本を威嚇するように本州周辺を威嚇するように航行する動きを見せたりしているんだ。これには日本も知らぬふりしているわけにもいかず対応を迫られてるんだ。こんな舐めた行為をいつまでも見て見ぬふりしとくわけにはいかないもんな。そうだよね、早急に対策しないと、どんどんエスカレートしていくだけだよ。さすがに日本政府もようやく重い腰を上げたようで、中距離サムミサイル部隊を南西諸島4島に配備することを決定したんだ。防衛費も GDP の 1% が目安だったんだけど、それじゃあ日本の防衛には足りず、21年度補正予算は7738億円を計上すると、本土の防衛体制を整えることにやっと本気になったようだね。そこで、本土防衛には欠かせない中距離サムミサイル部隊について見ていこう。2021年に入り尖閣諸島周辺や台湾周辺で、相変わらず挑発行為を繰り返す中国に対して明確な牽制を示せてなかったんだけど、さすがにどんどんエスカレートする挑発行為に業を煮やしたのか、中国の動きを牽制する方針に進んでいるようなんだ。本土防衛の要の陸上自衛隊では、奄美大島、沖縄本島、宮古島、石垣島にミサイル部隊を配備することを発表して、南西諸島の防衛を強化することを明らかにしたんだ。本当にやっと動いたって感じだな。動くのが遅すぎるぜ。やっぱりメインの防衛はまずは南西諸島周辺になるんだね。動きが遅いとはいえ、とりあえず動いてくれてよかったよね。陸上自衛隊ではこの島に配備する兵器として、車両に搭載され移動することが可能な中距離サムと呼ばれる射程50キロの、丸3式中距離地対空誘導弾部隊と同じく移動することが可能で射程が100数十キロの12式地対艦誘導弾部隊の配置を決定したんだ。それと、鹿児島県種子島の近海にある馬毛島では、現在アメリカ海軍の空母艦載機が陸上離着陸訓練を行う滑走路を備えた訓練基地、なんだけど、今後はアメリカ海軍に加えて、海上自衛隊出雲護衛艦に搭載予定の F-35B ライトニングの訓練もそこで行うことになってるんだ。さらに、最も台湾に近い西端の与那国島ではすでに配備済みの沿岸監視部隊に加えて、電子戦部隊が配備される。そしてその結果、南西諸島には陸上、海上、航空を合わせて9000人以上の人員が配置されている状態なんだけど、それをさらに増強していく考えのようなんだよね。それは頼もしい話じゃないか。9000人って結構な人数だよな。それをさらに増強していくってことだよ。それだけ重要ってことなんだろうな。でもさ、それだけ南西諸島周辺に軍備を強化していって地元住民なんかの反発はないのかな？特に沖縄なんかは、そういうのには敏感じゃない？確かにその通りだね。この政府の動きに対して沖縄の地元紙沖縄タイムスが批判的な記事を発表したんだよ。
記事の中で陸上自衛隊の共犯である、野外霊について触れていて2017年に日米共同作戦において、我が国への侵略を排除するためとされていた文言が我が国の平和と安全を維持するためと変更されたことを批判していて、自衛以外の海外での戦争を想定しているものだと強く批判しているんだ。もともと沖縄のマスコミは軍事力強化に否定的なんだけど、記事の裏付けを与える有識者団体、軍事問題研究会の桜井代表がさらに政府の考えを批判してるんだ。沖縄が戦争や軍事に関して敏感なのはわかるけどよ。実際沖縄の漁師の人たちや海に関わる仕事をしている人たちは、中国の船には、かなり悩まされてるんだよな。この考えは沖縄県民の総意なのか。桜井氏の話では、今回の野外霊の改正は、自衛隊とアメリカの共同作戦を日本の有事にのみ限定していないと指摘していて、自衛隊が海外で戦争を行うことになるのではと懸念を示していて、これは沖縄県民の総意であると日本政府を批判しているんだ。さすがにこれは、こじつけが過ぎないか。実際自衛隊は海外に何度も派遣されているが、こちらから戦闘へ押しかけたこともないし、自衛隊が海外で戦争をやらかすなんて考えられないよな。うん。実際に中国が南西諸島周辺であれだけの挑発行為を行っているのに、沖縄の防衛を強化することに批判的なことを言うのは、少し違う気がする。実際、沖縄の人たちだって、防衛の強化に政府が動いてくれたことに安心してる人もたくさんいると思うよ。うん、実際に中国が沖縄を中心とした南西諸島を自国の支配下に置こうとしてる行動をとっているのは間違いないんだから。本土防衛のために自衛隊が配備されるのは当たり前のことだよね。日米安保条約に基づいてアメリカ軍と共同作戦を取るのも当たり前のことだと思うよ。沖縄を含む南西諸島の航空基地を叩かれるようなことがあったらどうなると思う？そこにアメリカ軍や自衛隊が配備されていなければ、中国は侵攻し放題で沖縄はあっという間に中国に侵略されてしまう。今の防衛体制だからこそ、中国は迂闊に手を出せないってことだと思うんだ。こうしてる今でも中国の領海侵犯が繰り返されているからな。平和も消せずに、いつ何が起こってもおかしくない状況だと考えておかないといけないってことだよな。こういうことには必ず批判や反対する人たちが出てくるよね。もちろん戦争なんて起きてはならない。本当なら兵器や軍備なんて持たない方がいいに決まってる。でもきちんと現実を見て状況を理解しないといけないと思うよ。そうだね、全くその通りだと思うよ。普通はそういう風に考えるんだよね。沖縄に自衛隊やアメリカ軍がいなければどうなるかってね。やはりそう考えると沖縄で行われてる基地の反対運動なんかは何か別の力が働いているのではと考えざる得ないよね。基地が存在しても反対運動により運用できなければ、中国の思うつぼでは、基地の反対運動を率いてる人たちは、地元住民ではなくどこか別の地域から来た人が多いという話もある。もしそれが本当なら、中国の息がかかった人たちが中国に都合がいいように民衆をコントロールしているかもしれないよね。いや、怖すぎるだろ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録よろしくね。ありがとう、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 ありがとう。